Z 戦士たちの活躍により地球がセルの魔の手より守られて7年。全宇宙の脅威魔人ブー復活を企む魔導士バビリーが現れ、再び地球に危機が訪れる。そしてバビリーの企みを阻止するため Z 戦士たちは最後にして最大の死闘に挑むことになるのである。なあ、兄ちゃんと組手やってみないか？わかるか？組手。うん、兄ちゃんが勉強やってる時によくお母さんが教えてくれたの。じゃあ行くぞ。ああ、よーい始め。かかってこい。いくらなんでも無理だよ。お父さん強すぎるもん。さっさとかかってこい。どうだ、俺の顔面に一撃だけでも食らわせられたら遊園地に連れてってやるぞ。本当？お父さんが？行くよ。思いっきり来るんだ。いいな。よーい始め。言っとくが手加減はしないぞゴテン。うん、僕もだよ。よーい始め。うわっ何を張り切ってるんだ。気楽にやろうぜ。嫌だ、俺は思いっきりやる。バカ者、大人げないぞ。たかがお遊びじゃないか。俺は子供だ。わからずやめ。いい加減にしろよ。よーい始め。行くぞ。わあ、やられた。強いな僕。おじちゃんの負けだよ。お金はお渡ししますので、どうかお願いします。分かったよ。じゃあ始めようか。はい。残念だな。はっきり言ってお主は私の敵ではない。やはり王者はこの私だ。行くぞ。これで終わりにしてやる。いいから。さっさとやれ、バカ。はい。よーい、始め。これ、つまらないものですけど。チャンス、場外。さて、約束の金はちゃんと払うんだよ。お前と戦うのは僕の番なんだ。なんだ、なめるのもいい加減にしろよ。あ、来い。クズがなめおって。よーい始め。なんたることだ、この私が。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみ、あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。ああ！早く終わりそうにもねえな。行くぞ、してやるカカロット。よーい始めよ。不細工な間抜け面が魔人ブーカ。残っちゃったもん、殺しちゃおう。この人の遅刻にはいかん。貴様、道連れにしてやる。用意始め。死にやれ。粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばまだこの姿に慣れてねえんで時間がかかってすまなかったな。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。さっさとやろうぜ。よーい始め。ちょっと勝てない。でもとても面白かった。